ティレ・マチェットは、ハイチに伝わる剣術。ティル・マシェイは、ハイチの農民によって編み出されたナタを主に使う武術である。多くの名前で知られているが、ティレ・マチェット革命軍と呼ぶのが最も一般的である。ティル・マシェイは、革命軍の兵士が、政府軍より、少数の銃で戦うことをしばしば強いられたために、アフリカの杖の技術とヨーロッパのフェンシングを組み合わせて、 ハイチ人の毎日の仕事である、砂糖キビ畑で扱うナタを使う武術が生まれ、進化した。ハイチでは武術を習いに来る外国人を招待している、ようである。ハイチの効果。ナタを持つフランスは真っ赤になる、ティルマシェの源流となったのは、アフリカから伝わった傍術とフランスのフェンシングである。黒人たちの故郷であるアフリカでは、五神用の傍術が訓練されていた。ハイチは、 アフリカと地理的に離れていたため、古いスタイルの防術がよく保存されていた。また、ハイチはフランスの植民地であったため、フランス式の軍事教練が行われており、その中には剣術の訓練も含まれていたため、革命軍の中にもフェンシングの使い手が多く存在した。革命の指導者であるアンリ・クリストフやジャンジャック・デ・サリーヌも剣術に長けていたという。 革命軍の兵士は、ほとんどが奴隷であったので、十分な武器を持っていなかった。そのため、奴隷のあり合わせの武器で戦う必要があった。そこで、アフリカ式防術とフェンシングの長所を集めた、ナタの武術と、闘石が、革命軍の基礎訓練の一部になった。革命後もハイチ軍の伝統として広く訓練され、また、護身術として役立っている。ありがとうございます。